こんにちは、おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。前回は、DC の助けを借りてポセイダル軍を撃退し、ビルギットさんが運命を変えました。ヘビーガンの足を切られて無様にこんにゃろこんにゃろする彼はもういないのだ。ということでインターミッションです。前回強制乗り換えがあったので、忘れずに乗り換えておきましょう。ザクで強制出撃するのやめてほしい。一つ言っておく。こぼれた水はまた汲めばいい。それだけだ。かっこいい頃の若本さん。むしろねちっこくない頃の若本さん。なんてこった。というわけでいきなり話がスタートしました。エクセリオンです。思いっきり囲まれています。急展開すぎる気がしますが、一応前回の最後の会話で言ってた SOS の主ですね。こいつでとどめだ。これ以上敵を近づけるな。早速ですがエクセリオンくん、フルボッコです。残念ながらこのシナリオはフルボッコにされてからがスタート。スミスとかいう物語の都合上スパロボに出れない男。どうやらクロスオメガで初めて出れたようです。おめでとうございます。課長、なんだ、ダイダルハッチが開いています。何？やめろ、カカヤ君。ガンバスターはまだ完全じゃないぞ。現状で10分は動きます。しかし、悪高速戦闘は無理だ。いざとなれば、ぶつけるまでです。タカヤ、タカヤ、目標はあくまで敵の主力だ。ザクには目もくれんな。はい。太田君、行け。発進。ということで満を持して発進したガンバスター。出撃の時のリコしか乗ってなかったのにお姉様乗ってるやん、なんていう無粋なツッコミはなしだぜ。
そして出てきたけど余裕でスルーされるガンバスター。 HP の関係上仕方ないですね。ということでガンバスター初出撃ステージ、味方増援も来ないので存分に暴れてでかい顔のスケを倒しにちょいちょい。このステージですが味方増援は来ます。さっき言っていたように現状でも10分は動けます。そう、10分、つまり10ターンしたらガンバスターは動けなくなりますが味方増援が来るのです。ということなので縛り対象であるガンバスターは戦闘を行えません。ああ、ついでに以前言ったと思いますが特殊技能以外での縛りはシリーズごとに行ってるのでもちろんエクセリオンも縛り対象です。ということは味方が来るまで一生耐えましょう。な、なに、話がリアル路線だとか原動力がわかってるからリアルロボットだとか主がトップを狙えダイスとか関係ありません。このでかいモノアイのやつはスーパーロボット。いいね。ぬう、なんてこった。というか1ターン目ですでにギリギリですが一応最初から最後まで防御でギリギリ耐えられます。クリティカルとか出たら知りません。落ちろ。これ以上やられては危険だ。耐え切りました。ギリギリというのはあと9ターン続けましょう。なんてこった。ちなみにガンバスターさん素の運動性が110あります。ビギナギな波ですね。もう意味わかりませんね。ということで根性を使いターンエンド。長く苦しい戦いなので反撃命令を設定しておきましょう。甘く見るな。それで精一杯なのかしら。そんなわけでここからは永遠と防御だけをする動画。さすがにやってられないのでダイジェストでお送りします。ほとんど戦闘でもです。落ちろ。こいつでとどめだ。やるけどガンバスターの本当の力はこんなものじゃなくてよ。こいつでとどめだ。こんなことで負けるもんか。ということで2ターン目終了です。すでにヤバい。今ターンはノリコのど根性で回復しましょう。はい、おしまい。かつてこれほど自軍ターンが短いステージがあっただろうか。死ね。勲章は外壁に損傷。大したことはありません。行くぞ。そんな攻撃、ガンバスターには通用しないわ。これでどうだ。まだまだ、このくらいで。沈め。どうした。第二核兵器損傷。ハンニバルが近づいてきました。どうせ相手なんてできないので関係ないですね。こいつで決めてやる。まだよ、この程度でやられはしない。甘く見るな。まだやってみせる。こいつでとどめだ。まだまだ続きます。むしろまだ半分いってないです。
ガンバスターだけが減ってるので、今回もど根性です。こいつでとどめだ。対空砲火の火線が薄いぞ。持ちこたえろ。まだ落ちるな。甘く見るな。第23ハッチに被弾。核兵器下ろせ。消火範囲出動。でかい顔の助さんが横につきました。これは次ターンから攻撃されますね。そしてさらっとのりこの気力が150。これでどうだ。こんなものでやらせん。なんの、ガンバスターこの程度じゃやられない。おのれ。こいつも私たちを守って。勝手に回避を選択しないでください。むしろなんで避けれると思ったのか。甘く見るな。よく作って頑張った。甘く見ないでほしいわ。落ちろ落ちろ。まだまだ。さあ、あともう少し。いくらのりこといえども、ど根性を使える精神ポイントがなくなりました。なんか来ました。マシュマー率いる DC 部隊です。DC 側からバッククランには攻撃を仕掛けないみたいですね。効くもんか。やらせん。まだまだこのくらいで。あと2ターンです。いい加減回復手段がなくなってきました。もう愛も使っちゃったしね。めっちゃ寄ってきてます。あ、とどめだ。このままで済むと思うな。射程距離外からだと意外とせこい手を使うやつだ。ということでバッククランに攻撃されたから、 DC もバッククランを攻撃するようになりました。やられたらやり返す、倍返しですね。天田さんか坂井雅人さんはご退場願います。で、つとめだ。うわっ、黙ってやられるものか。もらったな。なんの、まだまだ。なんでガザシーなんでしょうね。このガザシーはバウより強いという。見くびられたものね、このガンバスターが。甘く見るな。さすがはエクセリオン、びくとも千枚。あと1分、DC のおかげで囲まれてるところから逃げられました。やらせん。な、バカな。バッククランの方が圧倒的に数が多いので、DC は押され気味ですね。バッククランの機体は攻撃力だけはありますからね。これでとどめだ。うわ、この程度で。行くぞ。狙いが甘い。あと1分って言ったじゃないか。なぜか最初の1ターン目が加算されてないようです。こいつでいい。
バカな。PC はほとんどやられちゃいましたね。これで残ってるのはマシュマーとゴットンだけですね。マシュマーが一人圧倒的に強い。あのゴンドバウのハーケンを 0% にするなんて。降参は 70% くらいありましたからね。なんかブライトとベストコスモが2回くらい同じようなこと言った気がしますけど、使ってる顔が違うのでセーフです。ということでようやく自軍部隊到着です。なお、ここまでの録画時間、すでに1時間半一生ボタンを押すだけの時間でした。ということでまずはゴットンとマシュマーに挑発、できる限りこっちに来てもらってバッククランの損傷を減らしたい。マシュマーに攻撃されたらバッククランは壊滅しますね。ひとまずダバさんに加速をかけて突っ込ませた。これでダバさんを狙ってくれるでしょう。ハンマハンマよりエルガイムマーク2の方が装甲が薄いし HP も少ないですからね。なんでじゃい。バッククランさんは DC に恨みがあるようです。ちょっと、みんなマシュマーに群がっていきますね。資金ガーとか経験値ガーとかはどうでもいいんだけど、こっちが全然敵倒してなくて気力上げれてないのに、マシュマーの気力がガンガン上がっていくのはまずいって。ただでさえ DC のボコはすでに全滅して気力上がってますからね。前回のオージェノ2の前にはなりたくないものです。よしよし、このステージのハンニバルが HP30% 以下で撤退するので、ダバさんの気力をできる限り上げたいですね。本来は気力150熱血スーパーイナズマキックとかで余裕で2万以上叩き出せるから何にも考える必要ないんですがね。いい感じにバッククランの雑魚も減ってきました。というかまだダバさんしか戦闘してないんですけど。アビゴのミサイル痛いんだけど、さっきガンバスターとエクセリオンがバンバン食らってたけど全然効いてなかったから威力低いものと勝手に思ってたけど、余裕で痛いじゃないか。あの2機の硬さが改めてわかりますね。マシュマーさんの気力が130を超えました。いやー勘弁してほしいですね。ちなみにこのステージはマシュマーを倒すと DC は全撤退するので、先にゴットンを仕留めたい。挑発かけててこっちに来てくれるからまあ大丈夫でしょう。
たいな。平然と3000超えてきましたね。エネルギー消費が多いのが救いか。消費が多いというか、アディゴの最大エネルギーが少ないだけですね。これで雑魚処理は完了。ほとんど DC とバッククランが相打ちしてたので、だいぶ早かったですね。どっちもいい感じの距離まで来てくれました。まずは命中率確認。マジかこいつ。すごい回避率。知らないうちにマシュマーさんも強くなって、できれば勘弁してほしいんですけどね。こうやって敵が少ない時くらいしかコウさんがメタスに乗る機会なんてないからな。コウさんとエマさんは基本メタスに乗ってる余裕なんてものはない。うかつな。なかなかやるな。とどめ。よし、かわした。なんとか当てられました。だいぶ不安な命中率でしたね。ハンマハンマは限界値が高いみたいですね。ゴットンは安定のゴットンで安心する。攻撃されたり倒したりでそれなりに気力上がってるはずなのに、味方が倒されてるから気力が下がるゴットン。精神コマンド不要で当てられるってだけでありがたいものです。まず当てるための精神コマンド持ってるやつの方が少ない部隊なんですが、エンドラの体力が見えました。2万しかないんですね。案外少ない。だから戦艦の基準をオーラバトルシップにするのはやめなさい。これでも貫通するか。防御せずにアイフィールドで防げる武装はもうほとんどなさそうですね。ちょっと場所が嫌な感じなのでハンニバルにも挑発。マシュマーたちはビルギットに向けて移動するので、あんまり距離が離れすぎるのもやりにくいですからね。アムを倒して出世できるんでしょうか。でもアムは多数のボスを幸運で倒し続けてきましたからね。名前が知れ渡ってるのかもしれない。ということでアムのよだめ確認も済んだので、手加減ですね。1000程度じゃ普通にやるの厳しそうですからね。精神コマンド手加減とは、そんなものなくても手加減していた。許さないから。やられた。ひとまずゴットンを撃墜。逃した分の資金を少しでも稼がなくては。結構倒されたから無理だと思いますがね。当たって。パワーが上がらんではないか。これでどうだ。かわしてみせる。熱血はないものの、やはりクリスは便利。
こういう減らしはクリスにはお手の物ですね。出直した。ということでマシュマーも撃墜。これで残りはこの顔のでかい人。マシュマーにちょっと減らされたので今の体力が微妙にわかりません。多分7000くらい減ってる気がするんですけど、これだから体力が見えないゲームで削ると撤退するやつはスパロボインパクトでいやというほど経験したやつですからね。あのゲームでいろいろなことになれました。ということで爆弾配置完璧。ドンピシャすぎて逆に引く。挑発かけてあるから調整楽なんです。マシュマーより脆いですね。冷静に考えて戦艦より硬いモビルスーツって何なんでしょうね。ほら、マシュマーですから。なんかオーラ出して頑張るんですよ。ガンダムといえば何でもサイコパワーテイク。もう少しだろうか。いまいち体力感がわからない。こんなもんだろうか。あ、普通に減らしすぎましたね。全く感覚がわからないんじゃ。長時間防御ばっかりをしてたから頭がおかしくなってますね。ちなみにこのゲームには宇宙怪獣は出てきません。一体何と戦うためにあんなバカでかいもの作ったんでしょうね。レインさんとシュバルツさんとエレ様とシーラ様だけでやったのか。やばすぎる。声的にはむしろゼクスなんですがね。ということで、クリアです。ほとんど防御しかしてた記憶がない。大丈夫です。それが真実です。そんなわけで宇宙編がこれで終了だな。まあ合流してもそんな戦力増えないけど、エレ様ぐらいでしょうか。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。